ファルマン31909年式ファルマン3ファルマン3はフランスで製作された推進式の服用機。1909年にアンリ・ファルマンにより設計、製作され第一次大戦前の世界各国で広く導入された。日本では購入された同型の一機がアンリ・ファルマン服用機などの通称で知られ、 この機体は1910年12月に行われた日本初の試験飛行に使用された機体の一つである。ガブリエル・ボアザンとアンリ・ファルマン・ファルマン三兄弟の時系アンリ・ファルマン。英語圏ではヘンリーによる最初の飛行機体験は1907年6月にボアザン兄弟から服用機を購入したことに始まる。 後に航空機製造会社を設立し広く知られることになる彼は当時は自転車レース自動車レースの選手として活躍した後飛行船に登場したことをきっかけに航空への興味を持ち始めていた同年9月30日に初飛行を体験した彼はすぐに自分で機体の改造を始めるこの機体が後にボアザンファルマン1または ファルマンアイと呼ばれている。翌1908年、彼はゴム引き布を用意し、翼面など機体全体の布部を貼り直すなどの改良を重ね、同期の故障をファルマンアイビスの意と改めた。一方、同1908年内に彼は独自に別の単用機の製作を試み、これがファルマン2と呼ばれたが、製作は成功せず破棄された。さらに、 同年11月、彼は新たに、ボアザン兄弟に大型で改良された機体を注文し、乗り慣れた、前述のファルマンアイビスは売却し、同期の到着を待った。だが、ボアザン兄弟はこの機体を当時パリに着いたばかりの、裕福な青年、ジョンヌ・アブラバゾンに売却してしまった。転売された、この機体はその後も、複数のオーナーの手を渡り歩くことになったため、 バード・オブ・パッセージと呼ばれている。この出来事をきっかけにファルマンとボアザンの進行は途絶え、以降ファルマンは、機体の自作に傾倒していく。1909年、アンリ・ファルマンは自ら航空機の製造業を開始した。ファルマン愛での改良の経験を生かし、弟のモーリスと共に製作所を設立し、そして最初に製作されたのが、ファルマン3だった。 この機体は先端に突き出した一枚の昇降だと尾翼には方向打があり、そして四翼すべての公園に補助翼が搭載された推進式の服用機だった。下翼面の中央前園に座席するパイロットの後輩に燃料タンク、エンジンとプロペラが後ろ向きに配置された。木製の骨組みにはパイン材が使用され、翼面などの布布には 白色のゴム引き布が、また各接続部には組み立て、解体を容易にするためごく簡単なボルトやナットで連結され、これらの間を約160本以上のワイヤーカナグで張り締めた。当1909年4月6日には、まずビビナス社製の直列4気筒エンジンを搭載して、初飛行が行われた。 その後間もなく、エンジンは後術の競技開出場に再新8月には、当時最新の具の無射性の 50HP 空冷7、機筒性型回転式エンジンに乗せ替えられた。さらにその後も、細部の改良は重ねられ以下のような変遷が見られる。すなわち、前翼の大きな昇降だは、支柱の幅内に縮小し、より軽量化された四輪着陸ギアを導入し、 頭幅だった上下の翼服は下翼を縮小、神翼が拡張された。また美翼部は A 型の方向台1枚のものと箱型で2枚が連動する方式のものとが初期のモデルでは混在している。1909年スタンダードタイプ出展によるファルマン3は後に航空史上または飛行機のデザインの変容の歴史上において その後の方向性を決定づけた重要な方の一つとして高く評価されている。特に初めて実用的に補助翼を導入し、こ着装置に車輪を取り付けた最初の航空機であったとされている。アンリ・ファルマンが補助翼を初めて導入したのは1908年夏、前述のファルマン愛の改造の最終過程で試験的に導入し、成功した。 この独自のデザインを陶器にも採用した。ファルマン3の補助翼は、下方向からのケーブルのみ接続されていて、周期時は、つまり飛んでいない時は、補助翼は重力に引かれ自然に垂直に垂れ下がった状態となる。これが、飛行時には、前方からの風で翼面と平行に持ち上がり、パイロットの右手に配置された、長大な操縦管を左右に倒すことで補助翼が、 下方に引っ張られる。補助翼が引かれると、補助翼に当たる、風の抵抗によってよく仮面に圧力が生じ、機体のロールが行われる。操縦桿がオフセット配置された。この形式ではパイロットにとって、体の外方へ開く動作よりも体の中側へ引き込む動作の方が楽に行えたとされている。また同操縦艦の前後の傾きは、機体最前部の前。 翼と機体交尾の尾翼上面に配置された小さな一枚のカジトがワイヤー接続されており、この両者と連動する。操縦管を前後に倒して機種の上げ下げを左右に傾ければ、バンク操作をまた足元の横棒を踏めば、尾翼の方向だが左右に触れて機体の旋回を行うという、この方式は現代の航空機でも標準となっている。 高着装置として、スキッドの代わりに車輪をメインに使用するという、アイデア自体は、ライト兄弟の洗礼から得たものだった。一方、ライト兄弟もそれまでのタワミツバサの代わりに、以降はより優れた、ファルマン兄弟デザインの補助翼を採用した。この着陸足は、スキー板状に沿った2本の足と、その両側に取り付けられた車輪との接続部に、バネ式サスペンションがあり、 ハードな着陸の際には車輪及びサスペンションがショックを分散、緩和する。この構造が後術の野外飛行を可能にした要因の一つとされている。操縦性能に優れる核翼への動力配置と離着陸用の車輪というこの組み合わせは以降現在に至るまでほとんどの航空機でも採用されている。 ランスでの記録更新を報じる当時の新聞堂1909年中に、当期により、アンリ・ファルマン自身が、当時の長距離飛行、航続時間の世界記録を2度更新している。数々の競技会出場や、記録受立などの影響もあり、当時ファルマン社には、イギリス、ドイツ、デンマーク、日本、ベルギーなど国外からの注文や視察、買い付けなども殺到し始めた。 特に1910年型のファルマン3は合計130機が生産され、うち75機はフランス国外に販売された。さらに、フランスのファルマン社以外でも、陶器のライセンス生産、または複製機が各国で作られ、細部はそれぞれ独自に改良が加えられた。中でも、イギリスでライセンス生産されたブリストルボックスカイトや、 ドイツのファルマンアルバトロスなどは広く知られている。当時のロシアでも軍の標準の飛行機として当初ファルマン3を採用する予定だったが実際には後続のタファルマン4が大量に採用された。雪深い気候のため車輪の下にスキーを履いたものや骨組みにはパイン材の代わりに竹を使ったものなど独自の変遷が見られる。こうしてファルマン3は 各国で当時のベストセラーとなり、第一次大戦以前のヨーロッパ機としては、最も広く知られた機種となった。1911年10月23日、イタリア・トルコ戦争中のリビアでは、ファルマン3が空中写真による前線偵察を行う写真偵察機として使用された。これは、歴史上初めて飛行機が戦争で使用された例として知られる。 徳川義徳この写真は飛行免許状書類に添付のため8月25日のテスト合格直後にフランス人試験官が撮影した写真日本では1910年式の機体1機が8月頃フランスで購入されこの機体はグラーデ通単用機容器ともに同年12月に行われた日本初の公式動力飛行に使用された機体の一つとして 広く知られている。なお、日本語の航空史などの関連資料中では、アンリ・ファルマン副用機、アンリ・ファルマン号、または、アンリー・ファルマン機、ファルマン機などといった記述の場合は、同機種全体ではなく、以下に述べる、固有の機体のみを指す場合が多い。以下ではこの機体について述べる。1910年、臨時軍用機級研究会の委員であった、日野熊像と、 徳川義徳は、機体の選定、買い付けと操縦技術習得のためフランスドイツに派遣された。両隊員は新橋から4月11日に出発、駿河ウラジオストク間を船で渡り、シベリア鉄道経由でパリに渡った。5月末、アンリ・ファルマン飛行学校3校目のエタンプ校が開校し、両隊員は各国から派遣された。 飛行学生ら計十数名と共に学んだ。この飛行学校での授業内容は、1日1人につき5分間のみ、全十数回の高度約30メートルほどでの、同乗飛行を繰り返し、生徒は、インストラクターの背中に張り付くようにして同乗し、右手を肩越しに伸ばして、一緒に操縦管に添え、体幹で操縦を覚え、その後は単独での飛行を三回成功させれば、 卒業となるものだった。徳川大尉はオートバイを購入し、毎朝一番に通って、この5分間だけの飛行をこなした後は、大使館などを訪ねて、機体の選定、買い付けのための情報収集や準備に奔走していたと、される。8月8日に彼は、初めての単独飛行に成功し、同月10日11日で3回を終えて、卒業となり、 フランス飛行クラブ発行の飛行機操縦免状を取得のため、シャロン演習場内のアンリ・ファルマイン飛行学校に移動した。彼はここで日本からの発注で制作されたばかりの機体を受け取った。厳密には当時の三井物産が一機を購入し、これを臨時軍用気球研究会に納入するという形が取られた。 当時の購入価格は2本の予備プロペラ付きで18,800円と記録されている。購入されたこの1910年式の機体は2人乗り用の後部座席が標準装備され、機種の昇降打は支柱幅内に収まり、上下翼は等幅でエルロンは4枚。 足元の補助棒はスライド式で、尾翼下には補助輪に代わり一本の鍵状の曲棒があり、尾翼方向だは2枚でその両側に、ロゴ文字 H、ファーマンコンストラクター、キャンプでシャラン・マーンの記載がある。8月25日に同期で免許試験に臨んだ彼は、一周6キロメートルのコースを離陸から着陸まで3周の飛行を成功させ、 着陸するとすぐに写真を一枚撮られた。合格者の書類に添付する写真だった。彼は、こうして、飛行機操縦者免許状を取得した。その後は、機体は分解、梱包され9月15日に、フランスから日本へ向かう、アンゲーマルに、積載の乗船便で、日本に送られた。徳川大尉は、同演習場内のアントワネット飛行学校に、入校し、 ブレリオ機を発注し、その操縦訓練を受け始めて間もなく帰国命令が出た。延期を要請したが許可されず、ドイツに行っていた日の大尉とパリで落ち合い帰国。10月25日朝には、再び新橋に到着した。帰国後11月8日、横浜港に到着していた、ファルマン機の梱包を確認。これを東京中野の気球隊に運んで組み立てることになったが、 当時この輸送には、牛4頭と50人を動員して、丸4日間かかったとされている。また発送時に、徳川隊員は立ち会っていないため、組み立ても困難であったとされている。一方、これを飛ばすための飛行場は、当時の日本にはまだ存在していなかった。機体の買い付けと、並行して、所沢に準備が進められていたが、予算の不足などもあり、 工事が遅れたため、代々木連平場を整地して使用した。同年12月、代々木連平場の一角に2機の天幕式格納庫が設置され、ファルマン、グラーで両機が中野気球隊から運び込まれた。主催者の臨時軍用気球研究会は、公開飛行試験の日程を新聞などに公表した。当時、多くの一般の日本人にとって、 飛行機が空を飛ぶということは、まだ信じがたい出来事だった。飛行実施日は、同月15日と16日、また当日が悪天候になった時のため17日18日は、予備日とされ、19日20日には、撤収や輸送が完了するという予定だった。このため15日から19日にかけての5日間で、約50万人の監修が集まり、会場の周囲には、 屋台なども出展する賑わいとなった。結果的に公式な記録として、日本における初の動力飛行の日付、すなわち、日本で、初めて飛行機が飛んだ日は、1910年12月19日とされている。この日、代々木連兵場において、徳川義徳大尉が、フランス製のトーファルマン3型服用機を操縦し、日の熊蔵大尉が、 ドイツ製のグラーデ2型谷位容器を操縦し、日本初の公式動力飛行に成功した。これを記念して12月19日は、日本初飛行の日とされている。一方、その成功に至るまでの数日間には度重なる、トラブルや悪天候による延期などの右翼曲折があった。この経緯の詳細については、資料により多少異なっている。特に、 数日間の地上滑走演習中などに、日の体位のグラーデキの方が少し先に初飛行を成功させた、との観点で論じられることも多く、これについては様々な説がある。これらの点については、約100年が経過した今日でも、多少見解が分かれている。ただし、ともすれば、徳川、日の体位本人同士が、 当時あたかもライバル心を剥き出しにして初飛行の巧妙を争奪し競り合っていたかのようにイメージされることがあるが、これは主に当時の一部の新聞などが大衆の興味をそそるため一部客色を交えて報じたことなどに起因しており、事実ではない。ともあれ、度重なるトラブルや悪天候による延期などの右与曲折を経て、 19日には両者揃って飛行に成功し公式記録とされた。今日の連平場後には、これを記念して、日本初飛行離陸の地、日本航空、起こり始めの地の石碑や徳川、日の両大尉の同性共像が東京都による解説版とともに建てられている。また19日当日に撮影された写真などの関連資料は、 東京上野の国立科学博物館に展示されている。アンリ・ファルマン服用機、徳川大尉が操縦、鉱石に山瀬中尉が同乗し、川越に向かう1911年4月1日、日本で最初の飛行場である臨時軍用気球研究会所沢試験場が所沢に完成した。同所での初飛行は、 天候の関係で同一化に行われこのヒファルマンキは800メートルの距離を高度約10メートルで1分20秒間飛行したと記録されている。同年6月3日、徳川大井の操縦で後席に山瀬中尉が同乗し、所沢川越間の30.03キロメートルを高度150メートルほどで32分45秒で飛行した。これが 日本国内初の都市間野外飛行とされている。また、開設当初の所沢飛行場には、当機を含め前述の両隊員が買い付けた全4機の輸入機しかなかったため、同年10月には、当機をもとに、国内で、エシキ1号飛行機が製作された。この機体は、軍用機としては、初の国産飛行機とされている。 当機体の正確な退役年月日は不明であるが、所沢飛行場でおよそ1916年頃までは、何度も修理を重ねながらも、現役で使われていたとされている。その後は、飛行不能になり、分解され同飛行場の格納庫内に保管されていた。当時の武蔵野鉄道、旧西部鉄道所沢駅付近の、陸軍航空技術学校分行動に、 所沢航空参考館が開館すると、再び組み立て復元され、陸軍の記念飛行機として、歴代の軍用機や、その他の輸入機と共に展示されていた。終戦後はアメリカに分解された状態で接収され、ライトパターソン空軍基地の米空軍博物館に収蔵されていたが、1960年に日米修好100周年を呼び、 日本航空50周年を記念し、日本に返還され、同年5月20日に、航空自衛隊イルマ基地に空輸で到着した。この日、約50年ぶりに、ファルマイン号の操縦艦を握った77歳の、徳川義徳元陸軍中将は、まるで我が子に再会したような気分だと述べ、艦類に及んだ。返還直後には、 一時的に羽田空港で同年9月18日に行われた航空ページェントやかつて池袋西部デパートの屋上に存在していた屋上ヘリポート西部スカイステーションのイベント時にも登機が貸し出され他の航空機とともに子供たちの射精大会のモチーフにもなっているファルマン3機1960年9月池袋 西武デパート屋上の展示その後は2006年5月まで東京都千代田区の交通博物館に展示され今日では入間基地内の旧おさむ大記念館が航空歴史資料館おさむ大記念館としてリニューアルオープンされたため2012年3月から同館内に展示されている所沢市内のマンホール街ありがとうございます